皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ10日目です。ついに3分の1まで来ましたね。はい、上半身のエクササイズ、今日が最後になります。今日やっていくのはリバースフライというワークになります。スクワット C で上半身を動かしていくようなワークになります。上半身のね、集大成のワークになりますので、一緒にやっていきましょう。それではですね、まず足幅なんですけれども、少し広めのスタンスをとっていただいて、ヒップヒンジといって股関節を長板のようにぐーっと曲げた少し前傾姿勢ですね。はい、この状態を少しとっていただいたら、手のひら前に向けて出していただいて、親指以外の指4本を握ったイーネフォース、ここから親指を外にぐーっと開いていくように胸をですね、開いていきます。腕を持ち上げながら、この時に肩甲骨最後ぐっと引き寄せて、肩甲骨の内側の筋肉をしっかりと意識していきましょう。そしてだんだん実施していく中で、親指がこっち側にね、前に倒れてきてしまう方多いので、必ず親指は進行方向に向けておくようにしてください。これをまず何度か繰り返していこうと思います。それではですね、股関節を後ろに引いたヒップヒンジでスクワットポジションを作って、目の前に手を出して、親指以外4本グリップ、ここから親指側に胸を開いていきましょう。20回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。一回体楽にしてください。今度はですね、この引いた状態から、最大限後ろに引いたポジションから、手を前に、肩から回すイメージで前に20回回してみましょう。よろしいでしょうか。ではヒップヒンジで股関節を引いたスクワットポジション、手のひら前、指4本握って親指後ろにぐーっと引きましょう。最大限引いたポジションから前回し20回いきます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、1回体楽にしてください。今度は前回しから後ろ回しに変えていきます。ではスクワットポジション、手のひら前、親指以外4本グリップして後ろに引きましょう。できるだけ体の後ろで回せる方は後ろで回すようにしてください。では後ろ回し20回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、1回楽にしましょう。それではこの3つをつなげていきます。後ろに引くワーク、前に回すワーク、後ろに回すワーク、すべて10回ずつ、合計で30回ですね、やっていこうと思います。ではヒップヒンジの下状態、お尻を引いた状態でスクワットポジション、手のひら前、親指以外グリップして、では後ろ20回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、後ろでキープ、前回し10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、後ろ回し1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくりと体を起こしてください。いかがだったでしょうか。1ヶ月チャレンジ10日目のリバースフライプラス手を回していくエクササイズを追加したワークをやっていきました。今日ので結構しんどいよという方はですね、ちょっと回数を減らしてみてもらったり、逆にまだまだいけるよという方は1回の回数を増やしたり、セット数を増やして対応してみていただけるといいかなと思います。あとは 500ml の、ね、ペットボトルなんかを持ってやっていただくと、かなり負荷量が変わってきますので、
まだまだ余力があるよという方はぜひチャレンジしてみていただければと思います。そして今日やったのは少しゆっくりなペースでやりましたけれども、今日の少し早めのペース 1,2,3 みたいな、これぐらいの、ね、ペースでやっていただくのも OK かと思いますので、スピード変化をつけていきながらですね、いろんな枠を試してみていただければと思います。次回の11日目の枠はですね、少し床面に降りて下半身だったり体幹のストレッチからまたねスタートしていこうと思いますので、また明日の動画も楽しみにしていただければと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。